皆さん、おはこんばんちは。ゆっくり霊夢です。台風だが家に食料がないマリサだ。肉が一つもねえ。なぜかしめじとオクラはあるぞ。前回のダビスタスイッチ。前回は夏競馬をお楽しみいただきました。なかなか見どころがあったな。今回は秋競馬開幕だぜ。勝負の秋がやってきたわね。それでは本編スタート。さて9月4週になりました。退去失踪させます。ダビスタあるある、複数管理してたら同じ週に失踪させるやつだな。そうそう。ボルカニックとストーリアをスプリンターズステークスに出すわよ。ボルカニックは王冠じゃなくてこちらか。言うてマイル王ですから。ストーリアも北九州記念を買っているし勝負がかりよ。ボルカニックは戸崎、ストーリアはルメールに依頼しました。アストラウォーリアは自己条件、ホワイトトルネードはポートアイランドに使います。というわけでアストラウォーリアさんです。頼んだぞ、自己条件は突破してくれ。中山相手はこれ賞でも検討していたエントシー殿下。人気はこちらですわ。ぶちかましてやりますよ。やけに気合入ってんな。オロケスタだ。全然応援団。レッツゲー整備杯。それらキツだな。片秋の歌詞はマジで頭にぶっ飛んでるよな。さあ戦闘で直線に入ってきた。これは独走態勢か。不意に覚醒の予感だぜ。クラブのフルコースやめろや。すまんかった。バカマリサ、バカマルコみたいに言うな。ノワールギャルソン、差し切って降臨。勝ったのは5番、ノワールギャルソン。アストラウォーリアは続いて紅葉していく末、ここは人気だな。相手はアイアム神の孫か。阪神牝馬の勝ち馬ね。ここはインから強襲します。お、さばいてきたぞ。気のせいだったわ。アイアム早すぎる。それ実在馬や。自己顕示欲高すぎるぞ。プリンセスマリサ、プリンセスマリサとかつけるやつが何言ってんだ。すみません。続いてはライズアローです。ここは未勝利戦ですが人気はうんという感じ。結果で答えてくれよな。ここは2番手から接近。接近までって感じだな。まあ少し時間がかかりそうだよ。成長してもろく。ここは3着でした。さてお待たせしました。切り替えましてスプリンターズステークスです。待ってました。ボルカニックもストーリアも人気だな。これは下舐めりしますよ。キモ。相手はタワーオブロンドンか。なぜか軌道が乗ってるけど、ルメールはこちらが抑えたからね。先方はどちらも先行としました。潰し合わないようにな。さあ2頭とも頼んだぞ。なんか F0 で出てきそうなムービーだな。いやー顎が疲れました。え、吹いてたの。ここから先は瞬き厳禁。マリサさん、瞬き厳禁で。いやー、ちょうど昨日ラピュタやってたわね。幕を開けます。さあスタート。スプリント戦だし点が重要よ。ボルカニックは出たぞ。ストーリアは5手か。なーに、まだこれからよ。スピリットすっと前に持ち出しました。2番手、5番、ボルカニックはいい位置に見えるぞ。ラブカンプーが進路を譲ってくれるかだな。その外、14番アルティマトゥーレ。ストーリアはボルカニックについていければいいんだが。ミスターメロディ。それから15番ラブカンプー、後ろに12番ボルカニック、内押さえて4番ディクシーナイト、後ろに13番。前半はやや早って感じですかね。展開はこちらに向きそうだな。ボルカニックは絶好のポジションだぞ。ストーリアも食らいついてくれ。さあ最後の直線400を切って先頭ラインスピリット、そしてエーシンバーボー。あれは絶景番号12番ボルカニックに間違いない。これはもらったか。ストーリアは遅れたか。あそこからタワーオブロンドンが来てるぞ。ピンチ振り切れるか。しのいでくれ。やった、振り切ったわね。ボルカニック先頭。いや助かったぜ。これで G1 2勝目ね。最優秀短距離馬はいただきだな。スプリンターズステークス制覇です。2着タワーオブロンド、3着にはディクシーナイト。タワーオブロンドンとディクシーナイトを引き連れての勝利は大きいわね。今日の戸崎は完璧だったな。よくやったぞ、ボルカニック。さて、次はどこに出そうかな。見事スプリンターズステークスを制したボルカニック。3歳のボバです。ミホ、柳厩舎の管理場で生産は名門、マリサファーム。マリサファームは G13 勝目、スプリンターズステークスは初制覇。3歳ボバによるスプリンターズステークスの制覇は、うんちくコーナー面白いけどカットで。ニコニコの方は脳内再生余裕と書いてください。地味に6秒台だったんだな。レコード刻みたかったです。ストーリアは伸び危ねたな。こちらは壁にぶち当たったけどまだまだこれからよ。
最後はホワイトトルネードの神戸ポートアイランド。相手はモズスーパークレアだな。なんでこっちに出てんだよ。いや出ていただいてよかったわ。神戸ポートピアランドで乗ってけ。急にどうした。2006年に閉園したぞ。割と昔だな。関西の遊園地はユーステークス J に駆逐されたよな。ユーステークス J は臭い。遊園地界のサンデーサイレンスだったわね。その例えするのお前くらいだぞ。確かにアメリカからやってきてるわ。さてレースはちょっと折り合いを変えてますか。抑えて抑えて。モズが逃げていないだと。彼女は逃げるのが仕事だろ。さあ最後の直線。あ、スリップストリームじゃないか。ポジティブで臭い。割れんのか割れんのか。おい猪木やめろ。離れて追走。かわして2番手カフェブリリアント。坂を上りカフェブリリアント。一気に追い込み危ねているわね。うん、流れ込みという感じでしたな。カフェブリリアント捕らえにかかる。アイアム神の魔物。ここは7着って感じだったな。もう一花咲かせてほしいわね。というわけで今回はここまでです。明日もダビスタを投稿します。台風だから家で作業せざるを得ない。外でも作業してるだろ。久しぶりにライブもやるかも。チャンネル登録もぜひお願いします。してくれるとモチベーションが上がります。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。